1個だけ聞きたいねんけどイベントの時あるやん,うん、うん、イベントの時よりも、うん、飲み会でさんまさんぐらい喋ってるってあれやいやそんなことねえわ <laughs> もう悪口やんじゃあほんなそれ <laughs> ゃなちゃんと悪口やんけめちゃめちゃ喋るんすよいや知恵楽しかったからさその席で毎回それなんでそれ余韻が残ってる部分は舞台に行かへんのそれ<や>バランスがさ<韻>なんかあの白飯ちょっとでおかずめっちゃ入ってるみたいなバランス悪いよねなんだそれ いやどう思思っっててのかなとうそのさ、そのまあ、あいつら座ってたやんか、もぐらとかが座ってて、そこでさ、ちょっといろいろこのさ、うん、まあいつ好きやん、風俗とかが、風俗話をこうし始めたら、もぐらが止まらないようになってきてさ、うん、エピソードがもう仕上がってるから、こっちも聞いてたら楽しくなってくるから、こっちも乗せていくやんか、話は、うんうん、れそれで盛り上がってただけやで、お前なんかずーっとなんか気持ち悪い占いの話しなかった、スピリチュアルの話、<laughs> うっすら聞こえてきてたけど。<laughs> やめてくれ 俺が飲みずっと占いの話してたな言うなそれはほんまに気もがられるからいやめちゃめちゃするよもう途中で屋敷が iPhone 触りながらトイレ行きますって言ってトイレじゃなく階段降りて行ったよこいつ嘘,嘘ついてるなとマジで何回かスピリチュアルかなって聞こえてくるから向こうからい止まんなね声してるやん俺ちょっと一回スピリチュアルのイベントしようかな来ますよ皆さん皆さんの知ってる2.5倍ぐらいは話せるかな すごいな最近のスピリチュアルいいがや最近じゃない、ずっと昔からよ。好きな人いるんですか、スピリチュアル。いや、好きだろ、女性の方は。いや、意外な意外と、ほら、ほら占い好きな人いる、占い。女性は好きよね、みんなね。ちょっと待って、こんないないって、じゃあ、何を信じて生きていってんの、そんな自分自身が強いの、あなたたちは。腹立ってきたな、逆に。んで腹立つねこっち側にもマウント取るな、やめ。いや、だって、何も、自分自身で何かにすがることもなく生きてらっしゃる方が多いってことでしょ。 ななるほどなだからすがってる俺を見て反面教師で見に来てくれてるっていうことかすごい考え方やポジティブやそれたわのい占いのおかげでまたポジティブすごいスピリチュアル極やないね <laughs>